登録してね。ワンコと休日版ライブ、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回は快適化計画で先進シートを後部座席の天井に取り付けようと思います。概要欄も見てね。デッドニングとは、車外からの騒音を抑え車内を快適な空間にすることです。我が家は推進シートにレアルシルトを使います。車内の騒音を防ぐ方法は、まず天井の金属部分に推進剤を貼ります。推進剤は主に大きな音を抑えてくれます。次に吸音材、断熱材を貼ります。吸音材、断熱材は推進剤で抑えきれない音、主に高音を抑えます。我が家は後ほど断熱材を使用して車の断熱処理もしていきます。最後は遮音材を貼り付けます。遮音材は吸音材等で抑えられなかった音、主に低音を抑えます。我が家は遮音材を使いませんので低音を諦めます。サブスクライブ、ロックペーパーシザーズ、ワンツーフォー、 F コロスケウィンズプリーズサブスクライブ。向きが分かるようにしてるのちゃうか、どっちがどっちか。外してもあんねんか、一回ぐらいしかないんだけど。
違いをある。ここがあかんようになるから買い替えんやろ。うん。これボロボロ落ちんの。なるほど。お、いい感じじゃないかな。取れた。あ、じゃ、取れた。やなこれ、うん、できるで、うん、こんな指が、あ、ここは前から貼ったとこやな、取れた、途中から取ったから、うん、撮ってない。撮ってないんだ。この辺撮ったぞ。はい、撮ったぞ。あ、これちょっと引きの映像。キャー！どうしようか、どうしようか。外してしまう。外しちゃっていいよもう。と、取れた。お。これじゃん。これだ。サブスクライブ。ロックペーパーシザーズ。ワンツーゴー。イフペコウィンズ。プリーズサブスクライブ。出た出た、とっとあるちょい、言うて握るだけ、うん、あ、出てきた、出てきた、
全然違うな。最初はみんなそういうの言ってますで最後デシベル測ったら一緒でしたって。デシベル最初から測ってない。測ってないな。測らないもんな、そんな条件が同じじゃないから。で無言でやる。ここからがデッドニングをする上で大切な作業です。ローラーを使って推進シートを圧着させます。密着できてんのかな。騒音の元は振動です。推進シートとボディの間に隙間がわずかでもあると振動してしまうので完全に圧着させることが重要です。もう一つの防音対策は振動させないために有効ボードのように車に穴を開けると音楽室のように防音になりますが、車に穴は開けられません。力作業になりますが女性でもできました。グッドボタン、フォローしてもらえると元気が出ます。またね。